皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、全力学園高校投手ですね、今回もやっていきたいと思います。でデッキの方はもうほぼテンプレデッキになります。 PSR プラコのね、立川をお借りしてますということで、今回はちょっとね監督評価200、全力ゲージ7回を目指しながら、ちょっと立ち回りについてねちょっと丁寧に考えながらやっていきたいと思います。まだそれほど慣れてるわけではないので、で監督が出る前でしょ、で監督が出る前は普通に評価とかコツを回収していっていいと思うので、まずはそれメインでいきましょう。どこを優先順位をつけていくかだよね。監督が来たら基本は、監督を優先しつつ、やっぱりねタックのでかいのが来た時にどっちに行くかだよね。でここはねそうだよね、だからこういう時に3人の評価を上げていくのか、それともその菅原くんを殺してゲージを上げに行くのか。ゲージもね結構つらいんだよね7回っていうのは。ちょっと今回少しこっちに寄ってみますか。やっぱりゲージに寄らせる。で15だからね上がるのが、やっぱりそれは結構でかいよね。さてコツが来た。これはグッサンか。グッサンはあまり回収しなくていいんだよな。というわけでタッチが死ぬか。いや殺そう。申し訳ない、立川怪我をしてもらおう。ちなみに怪我をするとねその翌週の練習には来ないっす。1週間休んでんのかな。お、いいねいいね。ここで角ちゃんの体力回復が入るのはでかい。でやっぱり角ちゃんの評価は評価で上げていきたいよね。変化球練習のレベルも上げたいけど精神も多少足んなくなるんで、回復できるときにじゃあ回復しますか。2次体の評価も上げつつ、であとは神楽坂くんが死ぬか。いや殺しとこう。カチュンよし。結構みんなやる気あるね。虹谷が今度死ぬか。あー角ちゃんがいるんだよな。監督が出ると監督も追わなきゃいけない関係上、じゃあここはやっぱり角ちゃんの評価上げていきましょう。でお疲れ、体力回復。で神楽坂くん進めていきます。でコツ、神楽坂くんか。コツは欲しいね。ただ虹谷が死んで全力ゲージが溜まりきるな。いやでも神楽坂くんの骸骨はな確保しておきたいんだよね。カチューンリリース潰して、リリースでカチューンも潰して、ちょっとここはコツいきましょう。まあ、少し敏捷ポイントも稼げるんで、こういう時に練習が来るとねちょっと悲しいよね。でモテモテを取りに行きます。よし、結局ここでまあ充電完了したか。まあまあ最初はねこんなもんだよね。というわけで寝とこう。でここどうしよっか、病院に行ってもらう。精神をちょっと稼ぐ。さて来ましたね監督が。なんで10月の1週ここから、ちょっと待ってねこれだよね。監督自体は、監督自体はいないか。監督がいないってことはじゃあこれ練習していいね。何ポイントいったらそのタックに走る。300ポイントくらいだったらタックに走る。まあ、今回コツもあったけどね。まあ、コツはくんなかったけどね。でこれどうしようかな。上にしとこう一回。ちょっとゲージが上がるわけじゃないんだけど、溜まってるんで。
て、一応コツあります。あ、でも監督いるか。あ、つのちゃん、いや、まあ、評価上げつつ、なるみ、そうだね、監督に行こう。クリスマスはもう最悪、ちょっと諦めよう。俺たちは男なんだ。これ練習の経験点が上がるやつだよね。あ、でかつ、なるほど、これ40上がるからめっちゃでかいよね。で2人メンタルで死んでしまうから寝よう。ちょっと寝てるのが多いんだよね、やっぱり。で監督、ま、全力練習が入るか。まあワンタックなるみのコツだったら、待って、12月まではつのちゃん乗せる。まずつのちゃん乗せてから監督追う、そういう方向でいく。プラス34、まあ50弱か。50弱だったらひっくり返せるからね。何にもないで、これダメ。上にしとくとね、マジ本当に監督の評価が下がるときあるからね。あー、ちょっとタイミングが悪かったね。監督、ここはもう監督でいこう。ダメ元、とかは乗ったなるみ、つのちゃん、監督がいるわけではないから、ちょっとやっぱりつのちゃんを乗せておいて、つのちゃんに振り回されないようにしよう。でなるみの金徳も進めるでしょ。でこれどうする、割と敏捷を手に入れた気がするんだよね。プレイで対抗しよう。あ、いいやつ取ってもよかったかもね。まあいいか。なるみがちょっとやる気が減ってきてるな。監督がいない。まあ、ぐっさんと虹谷の評価をじゃあ上げていきますか。結構乗ってるね、やっぱり経験点、通常で。輝かしき記録。これは体力が減るんで、まあ、ちょっとゲージが増えるでしょ。まあ、体力はね減った分だけ直でゲージが増えるんで、でこれでまた回復してもらって、ちょっと告白がね来なかったんですけれども、キューパーか、一桁だったらやっとく。まあ、怪我したら怪我したらゲージが増えるからね。アルス、お、いいね。これはもう成功率がよくわかんないんだよな。あ、告白も来た。つむちゃんのイベントの消化がいいな。ぐっさんがねやっぱりいっぱいあるからね、それを考えると。で変化球は神楽坂くんだけ、みんなちょっとやる気は乗ってきちゃってるからな。虹谷評価乗せたい気もするけど、ダメ元はあれか、2かマイナス2か、まあ、ばらけるからね。ちょっとこなせるときにやっぱこなしとこう。デート、もう初回のデートはとにかくね消化しておきたい。マジこの21しか入らないやつで、これも体力は削ってくるからちょっと上がるでしょ。逆境ゲージが67か。で1人でしょ。じゃあまあ成美もいるし監督もいるし 4% だし、ここでいいか。いいねいいねいいね。背に腹、お、これはちょっと食べてで練習できるよね。変化球1人、多分使う必要もない。でこの場合は、まあ、確かにコツが来てるけど、やっぱり監督にしておくか。ほい、
監督をね追うだけで言霊が増えていくからね。飲まれるな、よし飲まれるな、ちょっと使うかどっかで。今使うのはちょっともったいないよね、多分70くらいありそうだから。で立川少し回復に走ろう。つのちゃん多分全回復しないんで、でここで回復が入って食べさせてあげよう。確かこれ回復が少ないけどつのちゃんの評価が上がるんだよね。77か、77でも一気にやっちゃうって思ったけど変化球に人が揃ってないからやらない。でメンタルで一人死ぬか金原くん、じゃあこれやっとこう。これは食べない、体力はマックスだから。よし、おゲージに走る。体力がなければね食っといてもいいと思うんですけど、萩原の評価とかマジどうでもいい。てかさ、萩原が何で出てくるかだよね。仮にサクチャリがあったとして、これもちょっと、あ大丈夫か、サクチャリがあったとしてさ、賞金じゃなくなんで金になってんだ、商品がさ萩原ゲー、これ虹谷、ちょっと待って虹谷お前評価上がれば乗るか、ちょっと待ってね、誰が来てんだ、グッサン来てる、あグッサン来てるね。ここはじゃあこれ使うか、仲間の評価が上がるのはないから、ちょっと待ってね、合計何ポイント、60、うーん虹谷の評価まあいいや、ちょっとコントロールと変化球も使っとかなきゃいけないから、パームとかはね個人的に嫌いなんだよね。やっぱスライダー5、あとはミスターゼロはもう覚えておこう、特に骸骨とかどうこうっていう話ではないんで、緩急も取っちゃうか。であとは精神と技術のバランスがいいっちゃいいな今のとこ。もったいないけどあげちゃう、もったいなきゃあげちゃおう。ちなみにここまでやって、これは言霊を使います、いや60パップ使います。でどこまでいく、はいはいはい、変化球はカンスト、技術もカンスト、精神は、400ちょいか。この変化球50っていうのをなんか特能で取れないかな、火消し火消しか、火消しそんなに高くないね、じゃあ使っとこう。あ内角これもいいんじゃない、 OK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 、 じゃあこれで全力練習しましょう、まあ、これクラスが何回来るかだよね。おい虹谷お前が評価乗ってないのが、評価乗ってたとしても精神がどれくらい伸びるかっていう話だからね。さてまた全力練習、これも結構来てんな。あ技術別にカンストしてるわけじゃないか、300400450くらいは入る、150入るんだったらやっぱこっちだよねみたいなのがあるけど、どうなの、どうしようかな、 V スラーにする、 V スラーとフォークは変わんないよね、うん、パームの方はね安いは安いんだけどね、好きではないというただそれだけで、何もつけるものはないよね、もうさすがにない。じゃあ行きましょう、鳴海のコツか、はい、まあ、3人重なってくれるとだいぶ伸びるんだろうな、剣士性とか。今ちょっと全力中なんで、
ポイントになりますと。あ、これ変化球だな。背に腹、よし。その代わりデートが進んでない。1人監督、ゲージ飲んでも飲まれるなんかあるんで、これ1回使っちゃおう。1個はね、全力練習ができる時のために取っておきましょう。一流は一流を知る。で、誇りでしょ、休むでしょ、体力減るけど。で、1人、監督が133か。パルスからのコンボもまあやりたいはやりたいよね、背に腹持ってるから。ってことはあと、あ、これか、一流は一流を知るか。よし、じゃあパルスからのコンボを行きたいけど、あれなんだよね、なんていうの、バレンタインが近いんだよね。いや、でもそんなことやってるとちょっとあれが足りなくなるから、いや、パルスから行こう。パルス正して、あ、でも70か。飲んでも飲まれるな、また手に入れた。あ、これはやばいやばいやばい、 98% ちょっと溜まっちゃうな、ゲージが。え、これセニハラで多分ゲージ溜まっちゃうよね。まあいっか、2つあるし使おう。これでね、要は10年完了になってみんなやる気上がっちゃうんすよ、上がっちゃうんすよっていうのもあれだけど、これはちょっと技術溢れてしまうので。あ、そうだ、シュート覚えてたんだ俺最初に忘れてた。まあいいや、3球締めどうせ覚えなきゃいけないから。あとはまたちょっとコントロールか。うん、技術が余り気味になってるんで、ここは低めを取りましょう。低めを取ってどうなの、その技術の伸びが。100くらいか。よし、これにしよう。せっかく体力も回復させたし。で、ここはストップ。てか、骸骨が全然手に入ってねえな。虹谷とか神楽坂、やっぱコツが来たときは優先していかないといけないですね。2人か。まあ、監督どうなんだろうな、もう145あるからな。じゃあ技術を使うやつ、ちょっと待って、球速はちょっと上げられるだけ上げる。ダメだ、全然技術使わねえな。もうちょっと技術をさばいておきたい。対比誰でも1個取っとく。30-30だったらまあいいでしょう。牽制、まあ伸びじゃないや、キレ用のピンショポイントを残しとかなきゃいけないからね。尻上がりは精神を使うからな、できればコツをもらっておきたい。逃げ玉は逃げ玉でコツはもらえないはずだから、まあ、精神6だしね。 OK、 これでいこう。で、ここから練習に入ります。大丈夫だよね、ほい。3人重なってほしいね。よし、3ではゲットしたけど、ゲットしたんだけど、骸骨がない、骸骨が。コツ、誰？虹谷か。これは監督もいるし、やっておこう。いい場所にいるな。で、Vスラ、おい、ポイント。あとはシュート、伸ばしていきます。ほい。よし、なんでもいい。よし、キレイ、OK。ダメ元。
ダメ元が多いな。二者択一、二者択一使っちゃう？多分大丈夫なはず。一応ちょっとポイントだけ確認するってやっぱ技術なんだよね。でも大丈夫なはずだから、で二者択一使えば評価が下がるんで電力ゲージも上がるんですよね。で800か、まあ大丈夫でしょう。虹谷か、監督は150、監督150乗ったね。間違えた、さあモテモテだ俺。ちょキレ、脱サンが欲しい。どっちかといえばまあいいか、ポンコツでも。で OK、 さすが角田塚くんとかマジで失敗しないよな。で2人か、3人だったらねやる気とか上げて一気に持ってったんだけど、43の残りも30上げられるしな。ここら辺残しとくのはマジでもったいないからね。セニハラ使うとどうなんの、みんなのやる気。いやでも結構好調以上キープしてるね。普通の人じゃないとちょっとあれだからな。一回いつのちゃん進めよう。でここはまたコツ狙いでいきましょう。でグッサンの金徳が終わって、グッサンのイベント自体も全部終わった。これでよし、先制ストライクをつかみましたと。監督がいるね。どうしようかな、全力には発展しないからね。飲んでも飲まれるな。あもう一個あるのか、使っちゃおう。で監督よし、これで金徳1個目で体力を回復しつつ、ゲージが上がった。あれはつかなかったからよかったな。よし、あよしっていうかもうあれか、溜まってるから。おいここかい、お一人。どうする、グッサンがいるからそれなりに精神がもらえるね。ポンコツが3なんだよな。まあいいや、ちょっとさばく意味で。でちょっと急速も上げとくか。140か、いやこっちだよな。でここは調子安定を狙って、なんかある、うん2人、1人監督はいいや。7%、結構一桁台を強行してるけど大丈夫か。さてこれで立川も終わりで、体力がめちゃくちゃ減ってるね。体力がめちゃくちゃ減って充電が切れて、2人か、2人でこんだけもらえるんだ。変化球レベルやっぱ3あると結構違うよね。背に腹使いますか。じゃあ、まあ、これを使うあれでもないね。1回回復させとこう。ちょっとやる気が下がったからかな、あのポイント下がってるよね。4月か、ちょっと待ってね。100、150くらいだったら安定のちょっと監督を取る。でまた背に腹か、2人、虹谷、脱散がガチで欲しいからな。ちょっともう一回背に腹使おう。
っかく手に入れたんだし。でここはちょっとコツを取りに行きます。脱サンをねちょっと直取りするのは厳しいんで、よし OK で、いらない。で変化球2人、これ鳴海が死ぬね。4月の3週、監督評価的にはどうなんだろうね。でここちょっとダメ元使う。ダメ元何個ある？2つ ?3 つ ?2 つか。あ ?3 つなんか分かんねえ俺のやる気分かった。グッサンは死ぬ。神楽坂くん、そのままにしておくか。ちょっと監督に振り回されないように監督の評価をまず先に上げきっちゃおう。一流は一流を知る。これめちゃくちゃ上がるよね。死人がいっぱいいるな。よし、いくつ手に入るかちょっと分かんないけど、一流は一流を知る。これ使おう。90か、まあまあまあ悪くない。でそこから鳴海のコツは本当にいらない。で監督はもう気にしなくて大丈夫か。だったらまあコツでいっか。ちょっと待って、技術が本当にな、溢れるな。変化球で少し消化しようと思ったけど、そこまで減らないか。まあいっか、850だったら大丈夫だよね。ちょっと今回筋力不足になってる。ここちょっと筋力くれるけど、今いくつだったっけ。いやどうなってんだっけ。あゲージ上がったよね。あこれも、あどうダメか。よしこれで5回目か。2人、人はいっぱいいる。グッサンがいるからな。回復しとく。ちょっとメンタルで精神稼ぎ。かつスカウトさん10ポイントくれ。くれなかった。2人、まあ悪くはないんだけどな、悪くはないんだけどね。ダメ元使う。あーこれでいっか、勝利の星。でさすがにまた技術がアフレーノになるんで、こんなもんか。でこっからちょっと一回つのちゃんのデートを進めて体力をマックスに持ってこう。ちょっと全力があるっちゃある。2人、1人もういいや。で体力が回復した頃に監督と練習して最後の筋力をもらう。ああと40とか上げとこう。だ監督と練習できる時には練習しておかないとまずいことになるから。 18% かなんだかんだでまずいな。逆境ゲージを上げるやつこれか。あダメ元使おう。ダメ元使って回復させて2人か。別にここはちょっと監督で200になりました。つのちゃん評価上がりました。2人いるけど6%ゲージだけ上がる。これ使ってやる気が3上がるやつってもうほぼあれに持っていけるからね、全力練習に。でここでデートして、神楽坂くんか。なんかほんとコツくんないな。
挑戦男は1人よし。でかつゲージも上がるからね。でここもゲージが上がる。50か。じゃあやっとこう。で70か。2人、まあ、3人重なってほしいよね本当に。で変化球シュート。えっスノちゃんあと1回ダブルタッグクラスコツだったっけ。やっとくか。よしよしよし。で次回復してデートでね。2人黒塚君死にそうなんだけどなんでまあいいけどさ。82か。え 82？ ちょっと待って、どうなの。殺してゲージ上げるってのもありはありだよね。これなんか使っとく。いやダメだ、使ってもしょうがないか。やる気プラス1、怪我率0。まあいいか、角田拓君じゃあ殺しとこう。でこれで6回目。でまだまだなんていうのあれがあるんでいけるはず。結構なるみってなんでこんないっぱいコツがくんの。結局さコンコツ3でさ上がりきっちゃうね。でシュート。不屈の魂、もうちょっとコツを抑えておきたいんだけど。興味の切れ味取りましょう。じゃあ精密機械も取ろう。重い球ももう取ろう。ドクター K はどうする。なんか5にしてちょっとでも軽くするっていうのもいい気がする。先手必殺も取ろう。やっぱ精神が減ってきてんな。もう一回ちょっとクッサンが絡んでくれればな、最強タッグに。2回はねなんか3人以上のなんかカンストのタッグをちょっとやりたいよね。で全力練習いない。コントロールが精神38。あーこっちちょっとでもどうする。なんか技術はもういい気がするんだよね。ちょっとメンタル、さてここのどうする。サクッといく。ここはサクッといこう。4番のさなんだっけ、亀谷くんだっけ、あいつめちゃくちゃ強いからねマジで何者なんだっていうくらい、まあ、固有キャラクターなんだろうけどスタミナが全然ねえな。43か。なんとかするしかない。1点取られてしまった。でコツ誰。タッチか。コントロールにな全力が来てもな、変化球人いないしね。逆境ゲージ40上げとこう。じゃあはい、これをね、これをねじゃねえや、こっちね。これまだ使ってないからね。どれだこれ、歴史に名が残る。これをもう一回使いたいよねこのサクセス中に。じゃあちょっとコツをもらいに行きますか。タッチ打たれ強さも持ってるもんね。くれ練習か。うん、2人タッチのコツか。
いやでもそれだったらどうする、これやるか。あ、あれ使ってなかったわ、なんか使えそうなやつ。ちょっとこれ下にしよう。言霊って今使えんの？あ、使えるわ。まあ、でも一応残しとくか。まあ、一流は一流を知るもね、あのやる気が1上がるんで、最悪全力練習に持ってけるんで。全力だけ。こいつも強いな。パワーだけは強いな。ワンアウトランナー二塁という場面で石黒。石黒もあれ？こういうキャラ？第2球投げた。インコの辺が分かんないんだよね。第3球を投げました。打ちました。痛烈。それパワー S あれば持ってけるよ。2点取られてるし。全力学園勝ち越しのチャンスです。ノーアウトランナー2塁という場面で山根初球打って出た。ヒット。センターからセカンドへ。全力。ワンアウトランナー2塁という場面で。やる気は。今日早くも2回目。やる気はやばい。危ねえ。投げました。これはいい。やべもつよ。ワンアウトランナー石黒という場面で石黒チャンスもあるな。2打点を挙げています。石黒マジ強い。いや亀谷も強いんだけど点取られすぎだろう。あ、ここ体力減るんだっけ。そういえばあ欲しいんだけどな。で一応全力があるから見てみる。1人しかいない。じゃあちょっと寝とこう。でまたゲージ上がる。もう75来てれば大丈夫だね。一人もいねえんだけど。なんか使っとく。なんかある。これ使っとく。だってそもそも変化球誰もいないからね。じゃあプライチしとくか。はい、12、2人いたんだな。でちょっと精神にしときますか。じゃあ次なんかそれはそれ、これはこれ、いやこっちの方がいいか。若いうちは増長もよしも使っとけばいいんで。いやもちろんこれあれだよ、こうして決勝まで行くペース配分になってるからね。途中で負けたら全てが台無しになる。で3球種目を7にすると151から154か、まあ、3それなりに上がる。でかコントロール102にしちゃうか。3で持ってったけど、球速が今回伸びてないからね。144の C にはしたいよね。なんかちょっと査定的に1点絶対取れない。石黒マジこいつ強いから。ツーアウトランナー二塁三塁という場面で石黒大チャンス持ってるっていうのがね、いいよね。打席が回ってくるときって基本チャンスのときに回ってくるから。長嶋はこれあれだな、もう絶対固有キャラだな。変えられたな。ダメ押しのチャンスです。ワンアウトランナー二塁という場面で打ちました。初球アウト。これでツーアウト。ランナーは二塁変わりません。ちょっと無理くり打っちゃった。まあいいや。ヒットになります。なぜかヒットになった。1点入りました。来た石黒。大活躍石黒くん。投げました。シュートか。初活はもう基本変化球だからね。投げました。ああ。打ちました。センター前進してくれ。取ってアウト。まあいいや。虹谷か。あ、ちなみにですね、これはこれで体力が50減るんで、要はゲージ50増えるんですよね。本当にさ変化球いねえんだけど。
何なのこの変化球いない病。人はメンタルにいっぱいいるな。使うか。じゃあで最後にこれ使ってドリンク飲んで終わりにしよう。これ結局使わなかったね。まあ、何が起こるかわからないから。で7回目来ました。でメンタルをちょっとやって、まあ、スカットさん評価も上げつつ精神を稼ぐ。でチャンスで確実に勝ちに行く。1,2,3,4,144,148 までいける。148で B だっけ。うわ不屈の魂重いな。ディレイドアームでどれくらい使うかだよな。最後の最後にねでかいの来てくれると嬉しいんだけどね。お待たせいたしました。一気に点取られてる。しかし石黒なんとか追いつきたい。ワンアウトランナー二塁という場面で石黒第2球投げました。もうなかなか際どいところを攻めてくるね。石黒くんは今大会めっちゃ打ってるからね。警戒するのは分かるけどストライクに入ってきたところを狙う。あ、待って今なんか手が出ちったよ。ただこいつも悪くない能力的に。すっげえ打つな。こいつはカス。一応あれつくんだプレートのところに。コントロール102あるから。チャンスを台無しにした、まあ、かといって初回から変えるわけにはいかないからね。リードもしてるし。ツーアウトランナー一塁二塁という場面。今回4番の神谷君が出番ないね。新屋敷7番か。新屋敷なんだかんだ、ね、これ2度目のバッターボックス。これいった。あ、いったね。山下追加点のチャンスを迎えました。足早いな。西下にマジで足早い。落ちました。あ、取られた取られた。石黒お前はもうドラフト1位だ。マジでドラフト1位だこいつ。さあ最後の練習なんかある。ディレイドアーム掴んで、いやない、なんもない。てか人いなくね。3人か。もうとりあえず使っとこう。これはい、で怪我するのちなみに。あ、するな。飲んどこう。あ、そうだ、今回これ持ってきたんだ、忘れてた。いつもの通りドリンクかと思ったな。じゃあどうするって話だよね。俺的に精神がいいんだけど。ディレイドアームと不屈の魂をちょっと取っちゃおう。超知り合いでディレイダーも取れねえじゃん。いや、やっぱりメンタルだな。メンタルが一番高いやつ。なんだかんだで38入るか。48、いや少しでもメンタルの高いやつにしよう。はい、これやっぱ1回だけだとねちょっときついね。何回くらい怒ってほしいかな。3回。欲を言えば3回怒ってほしいよね。このドカーッとくるやつが。超尻上がりって何が足りてない。筋力が足りてないのか。ディレイドも筋力どこだけ取ってねえし。どうする。変化1人。なるみを精神キャラにしてみる。3点とか。全力学園ここはなんとか追いつきたい。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で源投げた。見送ってストライク。神谷は三塁に出てんの。第3球を投げました。打ったい当たりだ。レフト交代。全力学園さらに1点を返しました。さあツーアウトランナー一塁三塁という場面で新屋敷打ちました。痛烈。おお、いった。すっげー点取られてる。そして石黒ワンアウトランナー二塁という場面で最高だお前は。マグロ入れてみる。じゃあ
中継ぎ。ミスターゼロ、あでもマグロはマグロであれか、復活か、また精神を使う感じのものだね。うん、まあ1万1000だよね、1回しか来なかった。これでだから999999999の3個カンストしてくれればプラス3000ってことでしょう。まあそうだよね、2回、やっぱ3回だな、3回欲しいね。あの精神がカンストしなくてもいいけど、カンスト練習3回来てくれればだいぶ経験点は伸びると思いますけれども、まあそれはちょっと運になっちゃうんで、ちょっとディレイドアーム取ると、うわギリ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 ですね。手応えせっかくだからもらっとこう。だ進め方としてはまあこんな感じでいいのかな。タイピングがさすがに取れない。だいぶ余らしちゃってんね。先発適正とかもいらないんで、ちゃんと取れるのはもうこれか。よし OK。 まあ一応こいつはこいつで SS2 だから、まあ多分ね SS2 とかがなんていうの、平均的に作れるようになって、でうまくいけば、まあ、SS5 とかね、まあ、そういうところまで、伸びる選手になると思います。多分 SS から SS2 あたりがこううまくいかなくてもなんか平均的に作れる選手で、タックがハマってくるともっとね、SS5 とかいくような気がします。この手応え的に、まあ、それが全力高校なんでね、まあ、あとはやっぱりねタックが乗るか乗らないかっていうのはね、本当に運になるんで、そこは回数をねこなして、基本的にはやっぱり監督は200貯めて全力ゲージ7回で、今回はなんていうの、あのプラス40のやつが結構たくさん来たんで、4月1周の赤徳はね、あえてほっときましたけれども、ちょっとゲージが足りなそうだったら、マイナスのイベントを引き起こすというのも手だと思います。でちょっと、ね、ピロリピロピロピロっていう最後のあれも見ることにしたので、こいつのコン102でいきましょう。ほいほいほいっと、ギリギリ SS2 に乗ったところか、というような感じで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。そうだね、あともうちょっと言うんだったら、かくら坂くんがねもう少しコツ欲しかったよね。だどっちかっていうと経験点は別に全力高校は乗るんで、あのコツイベントの時はね本当にコツが欲しいですね。なるみとかのコツはね本当にあえて放っておいてもいいと思います。なるみ今回やたらコツきたけどね、あいつコツイベアップついてるっけ、なんかわかんないけど、まあそんな感じで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。